今日はボートレースナルトにやってきました。プロジェクト M 第4弾四国関西編。来て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 、あー完璧。なんで調子いいんだこんなに。どうも、超バスモッキーです。昨日は勝てました。前回の動画になってるんかな。丸亀のね、プロジェクト M 第4弾で四国関西編ということで丸亀鳴門をやっていくんですけど、初日の丸亀飛行機が飛ばず不幸だと思っていたら、優勝戦でしっかり今井選手がね来てくれたんでプラスで終わって、まあ夜飯食ってホテルに泊まってもまだプラスと、最高の幕開けで今日はボートレース鳴門にやってきました。鳴門といえば覚えてますか？めっちゃ前ですけど、あれですよね、ちょうど10ヶ月前ぐらい、1年近く前、1年近く前来た時に爆誕したエクスプラスワン船券の地ですよね、はい、そうです。僕がもともと香川に住んでたんで、そこから東京の方にね移住するってなって、丸亀行って鳴門行って、こう橋渡って帰っていったっていう、結構初期の動画にはなるんですけど、そこで初めてエクスプラスワン船券っていう1号艇の逃げも抑えつつ、ナルトの水面がね、まあ、1マークが狭くなるので、センターワーク3コース4コースあたりの攻めが結構決まりやすいレース場なんで、握っていくコースの選手と2着に握るコースの選手の展開が向く1個外の手を入れてフォーメーション組むっていうのをね前やって、で結構良かったですよね。なんで今日も使えるとこあるかは分かんないですけど、 X プラス1船券使いながらしっかり、今日準優日なんで、まあナルトは今日と明日ね2日間あるんで、プラス収支っていうところを目指してやっていきたいと思ってます。昨日プラスの分相当気持ち的には余裕あるので、無理のない資金で投与していきます。一応あれですよね、昨日時点では船券だけでいくと4万プラス、そうです、船券だけでプラス4万650円かな、うんうん、はい、今日はプラス1万ぐらいかな。実一度プラスになったら性格上守りに入ってしまうので、そういう人間くせえところもね見ていただけるといいのかなと思ってます。6レース勝負レースで一発目入ろうと思ってるんで、そっからまず一発目当てたいなと思ってます。じゃあ今日も一日お願いします。お願いします。せっかくね四国まで来たんで、四国飯めっちゃうまいんで、うん、4年弱住んでて飯はめっちゃうまいんで、買って美味しいもの食べて、あの関西に乗り込んでいきましょう。そうしましょう、はい。スタートしました。センター3コースから3号艇中村英二が好スタート。内に艇も伸び返してくるが、1号艇東本勝利先手を取る。狭いところはあるか。3号艇中村英二内をついて2号艇4号艇旋回もまくり出しから3号艇中村英二が単独先頭。1号艇東本勝利2番手、4号艇伏島雄介3番手、後方2号艇5号艇6号艇。第6レーススタート正常です。1周2マーク3号艇中村英二が2マーク先手を取る。1号艇東本が外回り、内を通って4号艇伏島雄介でありますが、やや膨らみながらもがっちり先頭をキープ、絞り込む。3号艇中村英二、2番手は4号艇1号艇並走。レースは2周目最終周回に入っています。2番手争いは内側に4号艇伏島雄介、外1号艇東本勝利。2周1マークから向こう上面1号艇つけ前観光東本、内内踏ん張るか。4号艇伏島雄介も粘り腰を見せていますが、アウトから1号艇東本判定心覗かせる格好。しかし再び艇を並べ、今度は4号艇伏島が一歩前に出た。3番4番1番の体勢と変わって2周2マーク最終コーナーに入ります。これでひまたぎの3連勝です。3号艇中村英二、4号艇伏島雄介が2番手争い先手を取る。差し返す1号艇東本ですが、2番手争いわずかに4号艇優勢か。まもなくゴールです。先頭3番中村ゴールイン、2番手4番伏島、3番手1番東本ゴールイン。6レース341幸先よく10枚的中で、いや、やっぱ丸亀の優勝戦で完全にいい流れが来てる。59,200円、9000とかだと長くなるよね、うん、枚数だね、うん、51,200円プラスか。やりました。いやめちゃめちゃ幸先いいっす、ね、幸先はいいっす。僕は今からあの1日3万って言われてるんで逃げに入ります。いやいや、せっかくなら勝負しましょうよ。
この4日間通してプラスで終わるのが目標なんで、まあそうっすね、逃げに入ります。昨日もプラスで終われて、そうそうそう、今日もまあまあ3万以内だったら確実にプラスですね、うん、そうですね。次行きましょう。では次は8レース一般戦行きました。1号艇中岡選手逃げ率は 40% の番組です。ここ注目したのが2号艇の井内選手。今節ね調整合わず得点率 4.83 で23位予選突破ならずではあったんですけど、ここは追い風のかなりの差し水面っていうのがね、7レースまくられた後スタート遅れて内最後差していった2号艇の清水選手がね2着残るぐらい内側つけばねなんとか残れそうな水面なので、もうここはスタート自体は決まってる井内選手がスタート決めて差し213の1356、ここ大本線10枚ずつ抑えて5号艇の山本選手、まあ52号機一番2連対率いいモーターを引いてて、まあ今節もね非常にいい走りで得点率 7.8 の予選5位突破をしてます。ここチルとプラス 0.5 度に跳ねてきて展示タイム 6.86 と、4号艇の水口選手が展示タイム 7.02 なので、まあ5号艇スタート同体で行っても、まあ、一定心出るぐらいは直線出てます。なので5号艇のまくりから6号艇田川選手が、まあ、フライング5ではありますが5が締めていく展開になれば5623と523の6、ここも、均等外で行きました。で、まあ、2号艇がね順当に行けば勝つようなレースではあるんですが、まあ、意外とねオッズそっちに偏ってなかったんで21でも20倍ぐらいはつくので、ここでね、まあ、ちょっとでもプラス分上積みできればと思います。行きましょう、お願いします。ナルト8レース行け。いやーどうだ、いや5を締めろ。さして入って、どう21じゃない、入ってるよねこれ。1がちょっとそれどうなってんの、差し入ってる、ちゃんと入ってる入ってるね。いやこれやばい、差し返される。いや切れ切って井内選手頼む、1引け。いややばい、これ25はないけん、開いて差して1、オッケー、差し入った、完璧。いや頼むよ。え、あ2周やんなこれ、うん、周回楽しく、あ打ち寄る打ち寄るから、あ危ない、危ねえ、めちゃくちゃ危ないじゃん。先頭2番イーチ、2番手1番中岡ゴールイン、3番手は5番山本ゴールイン、215 OK 元よね、2対15、10枚的中でやりました。危なかった、最後なんかうちからゴリゴリやられようやん。あれ何、チルト跳ねたけん滑るんかな、マジで危なかった。いや終わったと思ったよねいつものパターンでやったと思った18倍。あ、非対値5がめっちゃ安かったよね、非対値5 18.0倍、まあ10枚で、まあ、1万円投資の8000円プラ、うん、まあでもね、あの最初言ったんでね、あの積み重ねて、そうプラスをちょっと上積みしようっていうので、やりましたあの買った時さ28枚ぐらいあったよね。ありましたね。いやそうプラス1万以上はなるなと思ってたんであれなんですけど、まあよかった、うん、2分の2レース選んでよかったですね。よかったですね、うん、では8レースも連続的中いけました。想定よりはオッズ安くなっちゃってますが当たることが大事よね、うん、はい、やりました。プラス8000円、これ今日もういくらプラス、今6万ぐらいか、6万弱、5万9000円とかか、ね、よしもうこの調子で今日10万プラスとか叩けたらもう天ヶ崎もね女子店でちょっと心配なんで、うん、できるだけ得意上で増やして関西行くようにしたいと思います。いやもう見てたら多分分かりますよ、あのスタート行ってもそこら辺の時点で4放ってるんで。いやそこで放ったら回れんからもうカメラマンさんの勝負レース9レース5号艇横田選手のまくり差しを狙っておるようですね。いや5-4は絶対ないこれワンチャン4が行っての5のまくり差しはないですか。いやいやだから4はもうここの時点でもう放ってるんで
いや1、2、3とかがあるじゃないですか。いやいや、それでもここで落としてます、ね、あ、そうなんだバカじゃん。4号とか何、4号入れ替わってる？いや入れ替わってないです。そんなことは起こらないからちゃんと見ろ急レースあ、楽まくり。お、3号じゃない？え、ちょっと待って、これもしかして3号の4はないって感じか？いや、4はない。3号1はあるんか。4はどうせ来ないから大丈夫。2222222。いやー、一定審査で。2。あ、よしほら3号じゃん。当たった？じゃあ3号じゃんだからこの中で信頼できるのは5号艇だけなんだよね親指、せっかくの的中の絵なんで。お、1、2、3。あれいや、5、4は絶対ないカメラマンさんはね、懲罰モンキーへのリスペクトを持ってこう、はい、いつもの穴抜けがどう見えるかを教えてくれたんだろう。そうっすね、やっぱりこうエンターテイナーだからさすがです。次行きましょう、準優なんで。いや、分かってましたよ、来ることなんかいや、いよいよ準優が始まります。いや、準優前買った2レース両方当たってもう十分プラスはあるんで、作戦的にどうするかなんですよね、うん、守りに入るのか攻めるのかっていう。とはいえやっぱり準優がかなりこう本番と捉えてやってきたっていうのはあるんで、うん、まあそうね、ちょっとバチコンとかっこいいところ。ちなみに10レースはある程度予想ついてますか？ある程度もう固まってて、あとはもう紐をどうするかと、まあ、どこまで抑えるかだけですね、うん、狙いの展開的には1号艇の山田優也選手逃げ率78% と、うん、まあ、非常に高いんですよね。でスタートもまあぼちぼち地元で速い選手、ぼちぼち普通に速い選手。今節の平均スタート見てもらうと、もう明らかにね、3号艇の市川選手、あと4号艇の米丸選手、完全に出足良くて起こしやすい。でスタートしっかり決まってる。まあスタートね、なると難しいんですけど、風強いんで、この3号艇市川選手の作る展開からそもそも1を抑えるかどうか、米丸選手の頭まで抑えるかどうか、うんうん、で迷ってます。市川選手のまくりまくり差し展開の X プラス1船券131340ってやつかな、うんうんうん、どうですかこれ。3がやっぱりまくりにいた時の4の差しっていうところは、うん、抑えたいって感じはありますよね。そうだよね、全然ありえそう、うん、この展開であればあるっすよね、はい。まあ、さっき4号艇を切って失敗した僕が言ってるんで間違いないと思います。いや、それはもう信憑性がめちゃくちゃある、はい、うん、ちょっと最後そこのとこ詰めて勝ってきます。10レース準優勝戦ちょっと考えた結果勝ってきました。まあ最後展示は見つつも出走表見た段階で11、12レースおそらく買わないだろうと思うので、もうここで3万円分になるように1万2000円になると1日目終了したいかなというふうには思ってます。1号艇山田優也選手逃げ率は 78% と非常に高く、展開作るのはスタート決まってる3号艇の市川選手のまくりまくり差し。市川選手まくる時もまくり出す時も、まあ、2コース塞ぎながらっていうのがかなり多いんで、1、3、1、3、4、1、3、4、5、6、2号艇の宇野選手をね人気はかなりしてるんですけど、展開予想してここ思い切って切りました。ガミなしの12点かつ均等買いであえて買ってるんで、まあ、3、4とかが来れば払い戻し10万オーバーも全然狙える買い目で、4号艇の米丸選手非常に出足良くて、市川選手が展開作れば全然あり得ると思ってます。この12点で最後準優勝戦勝負したいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます頼む市川選手、まくり差し入ってくれ、米丸選手あわよくばついていってくれ。10レース準優勝戦いけ。
いやこれ3いけてるよね、スタート。いやでも2もいってるわ。石川選手頼む、負けてサイレン入んなー、引き波。いや4かける、あいやなんとか1、4なんねえか。うわ、これはもう 1,2 だったら仕方ない。うわ、ヨネマルちゃんうまっ。あーでもかかんないか。いや5号艇転覆しちゃったんでこれで終了ですね。先頭1番山田五輪、2番手2番宇野五輪、3番手6番東本五輪。1、2、6、外れ。まあ最後残念でしたけど市川選手十分勝負してくれたんでプラスで終わろうと思います。終わり。いや見えたけどな一瞬。いやしかもめっちゃ入り方うまかったけん、はい、2もうちょっとで引き波はめれとったんやけどね。まあ2が結構思ったよりもスタートいきましたね、うん、もうこればっかりは仕方ないんで、あの期待値的にはね絶対切ってた方が良かったと思うんで、うん、もうこれはもう悔いなしです。はい、ということでちょっと11、12レースの方もね、あの展示見たんですけどなかなか入れそうになかったんで、今日はここでもう3万円の1日の最低限のね投資金もクリアしてますんで終わろうと思います。今日が6レース、3415,920円を10枚、8レースの、215の、18倍を10枚と、回収が77,200円で、まあ投資が3万円なんで47,200円プラス、昨日出してもう87,000プラス、うん、めっちゃ調子よく、やっぱ四国相性いいんですよね、なんかすごいっすね、うん、一応明日もね、ナルトの予定になってるんで今日はもう早めにこれで切り上げて、ナルトって徳島県にあるんで徳島ラーメンとか食べて明日に備えて今日は早く寝ようかなと思います。絶対にパチンコとか行かないです。ナルトモーニングなんでね、あのもう言うてまだ今2時過ぎとかなんで、すぐにホテルに泊まってすぐに寝ます。絶対パチンコとか行かないです。絶対行くやということで今日のポイント的にはもうエクスプラスワン船券結構やっぱりナルトでは使えそうなんで、まあ風とかね、あの選手特徴とか見て使っていただくともう割といい意味であんまり考えずに変えていいかなと思います。ちょっと明日はどういう作戦でいくかまた明日考えます。旅2日目でね、あと2日間ありますけど、まあ順調に来てるんでこのまましっかりプラスで4日間割れるように頑張っていきます。では次のナルト2日目の動画もお楽しみに。バイバイ、あざした。しいな。なんで調子いいんだこんなに。とりあえずラーメン食い行きます。いやーラーメン食おう。俺徳島の営業担当やったのよ、はい、めっちゃおすすめのとこあるけど、おー、うん、行きましょう。行きますか。ぜひ。終わり。ボートレース尼崎の方に初めてやってきました。久々に対決しません。対乱で対乱で、これはもう仕方ない。内側スタートいっている。かぶれ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 、ぶっ飛ん、これないよ。